やっほー、沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、前回悔しくも大魔王マデサゴーラに勝てませんでしたので、しっかり準備をしております。はい、見た目が変わってますね。装備大幅に変えました。はい、この剣鉄の衣シリーズ、これね、なんか遺跡島っていうのがあって、飛竜を手に入れたのでそこに行けるようになったんですよ。その遺跡島にはなんかね、お宝がいっぱいはい、それで装備がねゲットできるんですけど、たまたまこのシリーズが4つ揃ったんで、この衣の下だけバザーで買ったんですけど、はい、揃いました揃いました。はい、シリーズで装備した方がねお得なのでね、こんな感じになりまして、で左手はメタスラの盾、これも安かったんで買いました。ちょっとメタスラの盾は見た目が気に食わなかったんで変えてるんですけど、まあこんな感じで。そしてですよ、はい、パラメーターこんな感じ、守備力随分上がりましたね。攻撃魔力とかも上がってます。ほいで、はい、耐性です。ねえ、状態上攻撃つらかったもんね。まあ今の私にできるのはこんな感じでした。麻痺がちょっとね甘いかなって感じするんですけど、まあまあまあ、あとまあキラキラポーンできるように装備も持ち替えられるようにスティック持っておきましたね。杖よりスティックの方がいいかなと思ったので、はい、キラキラポーンしていきましょうという感じです。でアンルシアちゃんのレベルも若干上げておりまして、アンルシアちゃんがさ、見て、攻撃力600やってむちゃ強いんですけど、はい、こんな感じで姫もね整えておきましたので、次こそ勝てるといいなみたいな感じです。頑張ろうねアンルシアちゃん。はい、じゃあ行きたいと思います。愚かなる妹よ、諦めて我が主大魔王マデサゴーラ様に屈服するがよい。セリフも変わっております。負けたからね一回ね。沙織、私たちはこの戦いに負けるわけにはいかないわ。だからあなたも力を貸して、今度こそね勝ちましょう。トーマ王子からやり直しなんや。あー大変。はい、じゃあちょっとカットします。はい、リベンジを果たしたいと思います。要はこの絶大なる力をそなたたちを使って試したいのだ。くれぐれも簡単に壊れてくれるなよ。前回みたいにはならないようにしますね。ごめんね、マデサゴーラ頑張るぞーい。変わらずちょっと無謀にも強いで行ってみたいと思います。創造神マデサゴーラ、さあ幻魔召喚からしっかりやってまいりましょうか。メンバーはですね、ちょっと僧侶2人入れてみました。そしてなんか状態上の耐性があるメンバーになってるんで、前回よりはかなり安定すると思います。はい、おそらくね、はい、しっかりしっかり、私はもうなんかねピオリムとかマジックバリアとか、あとキラキラポンも早めにかけといた方がいいのかな。まだこの段階ではキラキラポンいらないかな。はあ、でもかけてるね。ちょっとキラキラポンを僧侶の方がかけたりしてますね。早め早めにいろいろかけといた方がいいんやろうけどな。あとマジックバリアも大事ですよね。こいつ結構呪文を放ってきますから、うんうんうん、マジックバリアもしっかり張っておきましょう。マジックバリア2回掛け、よいしょ。はい、私も守備力とかが上がってるので、あと盾によってあの呪文がですね聞きづらくなっております。呪文がですね軽減されているような気がしております。さっきからね戦っているんですけれども、はい、しっかりと特技を使ってやっていきたいと思います。はい、創生の力使ってきた。こっから、はい、世界が変わるんですが、炎症速度がなんか速くなったって書いてて、加速する世界、多分私たちもマデサゴーラも素早さが上がってるんだと思います。よし、どうしよっかな。いろいろまだ聞いてますか。ちょっと気にしながらやっていきたいんですが、まだなんかいろいろかかったまんまやと思うので、はい、今のうちにいろいろやっていきたいが、ほらなんかメラガイア受けてもあの程度のダメージで済んでいるので、かなり呪文耐性が上がってるんだと思います。私も連続ドルマドンとかって来ましたけれども、大丈夫そうですね。はい、カカロンが切れたのですぐさまカカロンを呼びましょう。やっぱり僧侶2人いるとむっちゃ安心感なんか死ぬ確率がかなり減ったよ。ああ、みんな生存確率が上がってやる、当たり前やけれども。
はい、アイギスの守りとかもしっかりやっておった方がいいのかなと。よいしょ。で、キラキラポーンをそろそろかけ出すか。キラキラポーンかけといた方がいいよね。あ、キラキラポーンが消えたって。あ、創生の力来る。こっからですよ。はい、前回ケチョンケチョンにやられたのはこっからですね。状態異常攻撃の連続が来るので、ちょっと、あ、もうすでになんかかかっちゃってるね。麻痺になっちゃってんじゃないかな。え、麻痺マーク出てません？大丈夫ですか皆さん？皆さん大丈夫でしょうか？はい、じゃあ私も武器を切り替えて、あ、間違えた。あ、切り替えたね。切り替えてと、はい、キラキラポーンをかけていきたいと思います。あ、ちょっと特技の整理をするの忘れてた。これあかんな。キラキラポーンかかってんな。みんなかかってるわ。ナイス僧侶の方々、すごいね。キラキラポーンがかかってるってことは、マジックバリアとか貼っとくか。あとピオリムも切れてるか。切れてるね。はい、ちょっとアイコンしっかり見ながらですね、やっていきましょう。マジックバリアの方が大事かな、そんな気がします。まあ、状態異常が大丈夫ならばですね、あんまり恐れることはないですよね。必殺が出たのをやっておきますか。おいしょ。はい、やめちゃ安定してる。僧侶2人ってすごいね。ああ、まあ時間はその分ね、倒すまでに時間がかかるのかもしれないけれども、まあまあアンルシアもかなり強いので、もう攻撃はもう任せましょう、アンルシアに。あとバトルマスターさんも入れてますんで、はい、よろしくお願いしたいところ。現場解放もしておきましょう。よいしょと。はい、キラキラポーンが切れないようにしときたいが、まだ大丈夫そうな気がしますよね。風切りの舞とかもしておきますか。よいしょと。ほーい、よろしくお願いします。浮上の息が来たけど大丈夫ですか。大丈夫そうか。キラキラポーンが切れたかもしれない。あ、カカロンが切れた。やばいな。カカロンが切れたから呼ばないといけないけど、キラキラポーンも大事なので、キラキラポーンやっとくか。切れてない。全然大丈夫でしたね。そっかそっか。あ、カカロンじゃ呼ぶか。あ、待って、動かなくなった。なぜ？創生の力乗り越えた、乗り越えた。状態異常のお化けみたいなターン乗り越えました。で、不条の息にやられて前回えらいことになったけど、混沌たる世界、こっからは未知の領域でございますよ。うわー、やばそうちゃん。なになに、どうしたらいい。カカロンが切れてるんでしたね。カカロン呼びますね、まずね。現場召喚カカロン。浮上の息まだ続いてるな。浮上の息まだやってくる感じ。もうちょっとなんか状態異常のターン終わったかなとかって思い込んでしまったけど、そんなことはない感じ。まずいね。キラキラポンやった方がいいかな。じゃあ、あ、間違えた。扇持ち替えちゃった。あ、まあいいや。じゃあ、なんかすごい忙しいんですけど、風切りの前できない感じか。そっかそっか。ちょっと煉獄館行きましょうか。久しぶりに攻めていきましょうか。よいしょ。なんかいけそうちゃう。黄色文字になったよ。いけんじゃない。いけるかもしれない。メラガイアが暴走。わわわわ、大丈夫かな。大丈夫でしょうか。はい、水神の竜巻行きます。よいしょと。ほい、はいよ。あ、すごいすごい、ダメージが与えられて、あ、アンルシアが死んでしまった。大丈夫か。大丈夫かな。アンルシアちゃんを誰か生き返してあげてください。あ、でもキラキラポーンも切れてないし、バトルマスターさんのキラキラポーンが切れてるような気がすんな。じゃちょっと武器持ち替えるか。はい、でアンルシアも死んで生き返ったばっかりやから、キラキラポーンかけといた方がいいよね。キラキラポーン、あれアンルシア選べなかった。あ、横押したらアンルシアに切り替わるようになるのかな。はい、なんか私めっちゃ一生懸命押してるけど、私そういうんじゃないよね。ちょっとすっ転んだからキラキラポーンかけれなかったか。うわー、すっ転んでしまった。起きて。よしよし、でも耐えましたね。なんとか耐えましたね。はい、キラキラポンかけとくね。あ、ちょっと待って。アンルシアにかかってる僧侶の方にキラキラポンかけておこうか。そっか、近づかないとかけれないから、私一生懸命押してるんやこれ。連続ドルマドンが来る。しかも暴走したけど、はい、私耐えたか。耐えたような気が、あ、耐えれなかった。痛恨の一撃が来てしまった。やばいやばいやばい、結構減ってるよ。僧侶の方、よろしくお願いします。カカロンもよろしく。よかったよかった、カカロンが切れなかった。カカロンでも切れかけてるから、この後すぐカカロンを呼び直しましょう。あー、ちょ、あとちょっとだと思うんですけど、マデサゴーラが赤持ちになっているんですが、どうなんでしょうか。カカロンが消えました。カカロン呼びます。あ、ちょ、待って、カカロンだけ呼ばして。お願いやけど、カカロンだけ呼ばして、お願い。はい、いけそうやな。カカロン呼べましたね。オッケー。よしよし、ほいでカカロンの解放しとこう。よし、浮上の息が来る。アンルシアに浮上の息が来る。大丈夫か、アンルシア。あー、私にも来たな。あー、
麻痺ってしまったし、麻痺耐性65ではやっぱり甘かったのか。でも大丈夫、まだ僧侶の方も一人生きてるし、カカロンも生きてるから大丈夫。あー、死んでしまいました。やっぱり麻痺が一番きついな。麻痺どうしようもないもんな。 ありがとうございます。早速に機会していただきまして、ちょっと待って、バトルマスターさんの MP がなくなっていますね。こういうのも私の仕事なんですよね。忙しいな。はい、バトルマスターさんに妖精の霊薬を惜しみなく使います。よいしょと。はい、頑張ってこう。あとちょっとです。倒せると思う、倒せると思うよ。はい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 。幻魔召喚切れてない。アイギスの守りはしておいた方がいいかな。よいしょ。キラキラポーンもしておきたいな。キラキラポーンしておこう。キラキラポーンを、はい、私自分自身にキラキラポーンと、はい、キラキラポーンのモーションかわいいね。わー、よかった、キラキラポーン間に合ったね今ね。はい、もう一回キラキラポーンバトルマスターさんにしておきましょうか。はい、倒せた、倒せた、やった、ほんまにやった、やったのか、やったんですよね。はい、やりました。なんかすっごい忙しかったからあんまり倒したっていう実感が湧かないんですけれども、バタバタしてるうちに終わったみたいな感じなんですけど、まあ、いけましたね、いけましたね。オッケー、やったぜ。はい、ちょっとこっからは配信禁止区間なので、あー、すいませんが、私のリアクションだけお届けできればね、ちょいちょいね。はい、までさ、ゴーラやっつけたぜ。お、元の姿に戻ったけど、なんか結構元気そうだぞ。まだなんか創生の霊覚諦めてないんやけど。トーマ王子がさ、アデサゴーラを切ったよ。自分の意志で動けるようになったって。大魔王の力が弱まったから。そっか、凛々しいトーマ王子の姿、本物のトーマ王子の姿に戻りました。ほんでマデサゴーラに歯向かおうとしています。大魔王も結構やっぱりフラフラしてるわ。トーマ王子が門の前に立ちはだかって大魔王を止めています。もうなんか最後の力を振り絞ってみたいな感じ。ルシア、勇者の役目を果たせって。そっか、大魔王をやるってことはお兄さんまで消えてしまうもんね。そうやんな、一回は死んだ身ですよね。そうですよね、もう持ちそうにないって。ルシア頼む、私が私でいられるうちに。そうやな、私が代わりにやりましょうか。アンルシア、沙織、私がやるから、あなたは見届けて。泣きながら大魔王にとどめを刺しました。めっちゃ泣いてた。そりゃそうやんな、辛いよな。大魔王が消えました。大魔王子を抱きかかえてるアンルシアが、本当に強くなったな、アンルシア。心も体も。アンルシアが私のおかげって言ってくれてるけど、そんなことない。トーマ王子が私の方を見てくれましたけど、そうですよね、一回お会いしてますよ、記憶の中で。アンルシアの記憶の中で導いてくれましたよ、フードをかぶったトーマ王子が。生と死の狭間に見た夢の中やって、そこでお会いしたんですね、私は。トーマ王子に、ありがとう、アンルシアを。私
私の妹を救ってくれて。キエちゃん、トマオジア輝いて消えていきました。え、何、奈落の門から、え、なんかいっぱい出てくる、なんかいっぱい出てくるんですけど、え、何何、なんか闇のドラゴンみたいなやつ、ちっちゃい竜がいっぱい、闇の竜みたいなやつが奈落の門からいっぱい出てきた。アンルシアが立ち上がって剣を持ちましたけど、うわー、数が多すぎる。一体何やろな、ほんまな、奈落の門の向こうには一体何があるというの、ほんまに。あ、この口調はクローズさんか。来た、クローズさんが急に現れました。何しに来たんやろう。この門の向こうに行くことが私の大きな目的の一つだからです。何のために。あ、私たちに大魔王を倒させたのも安全に門の向こうに行くためやって。その目的とは何なのです。ことと次第によっては私はあなたを止めなければならないことになります。確かに、何企んでるんやろ。残念ですが、それを今あなた方に語ることはできません。クローズさんがめっちゃ光ってんやけど、何、玉になっちゃった。クローズさんがでっかい玉になっちゃった。なんか空に浮かんでって、うわー、すっごいでっかいドラゴンにクローズさんが変身したよ。どういうこと。クローズさん、真意くん、真意くんっていうかクローズさんの正体ですよね。うわぁ、すっげぇ立派なドラゴン。生き返しによって私が得た姿、その元の持ち主は竜族と呼ばれる伝説の種族の生き残りでした。やっぱりクローズさんは竜族やったんや。この姿を得た私には何を犠牲にしてでもなさねばならぬことがあるのです。クローズさん自身の使命。うわぁ、むっちゃ火吐いてきたんやけど。あ、さっき出てきた闇のドラゴンたちがクローズさんが吐いた火の息によって一掃されました。この場所が危険やって。そらそうか、マデサゴーラおらんくなったもんな。ここ作ったマデサゴーラなんかな。はい、あ、二度と開かぬよう奈落の門は私が閉じますよって。あ、確かに今にも崩れていきそうに地面がゆらゆらと動き始めました。許してください、沙織さん。この先に待つ戦いにはあなたを。どこ行くの。奈落の門の中に入っていっちゃった。竜に変身したクローズさんが、ほんで奈落の門が閉まっていきました。もう会うことはないでしょう。さようなら、沙織さん。そうやな、脱出しなまずいわな。めっちゃクローズさん気になるんやけど、でももう奈落の門の向こうに行ってしまったからどうすることもできないよね。アンルシアと二人で必死に登ってきた階段を下って脱出しなければ。ああ、どうしようどうしよう、どうやって脱出します。うわー、やばいわ、もうどこにも道がなくなってしまいました。アンルシアがバリアを張ってくれたよ。あ、でもさ、どうしたらいいの、これ身動き取れないよね。すんごいなんか闇のオーラというか、なんというか闇の波みたいなやつがこうわーって襲ってくるんですよ、私たちを。どうしようもないねんけど、どうしたらいいのこんなの。あ、空を見上げているアンルシアが、ペガサスかな、空から来た。あ、ペガサスが来た、来たよ。はー、よかった。あ、ヒリューも来てくれた、ルービーお利口。でも大丈夫かな、ヒリューたちはここに来れるかな。あ、アンルシアが勇者の力で光り輝く光線を放ちました。闇が晴れていきます。道ができたよ。
さ、この闇のトンネルみたいなやつを一生懸命走ってって、走ってこう、行こう行こう。ほんだらそこまできっとペガサスたちが来てくれてる。おお、すごい、飛竜に飛び乗れました、無事で。アンルシアちゃんはペガサスに飛び乗って脱出だ。おー、美しいな、ペガサスに乗るアンルシアちゃん、相変わらず。脱出できた、あ、夢やってん。ペガサスに乗ったアンルシアの隣を飛竜で飛ぶのが夢やったんです。これで世界は平和になる。私の勇者の戦いは終わったのね。沙織、あなたが私を導いてくれなかったら、とても最後まで戦い抜けなかったわ。この戦いで失ったものも多いけど、あなたと築いた絆は私にとって何者にも代えがたい最高の宝物よ。本当にありがとう、沙織。むっちゃ笑いかけてくれたけど、凛々しい顔でペガサスに乗っているけど、ね、お兄様との最後の別れ、辛かったね、切なかったね。ペガサスと飛竜に乗った私たち、あ、お迎えてくれています、グランゼドーラの皆さんが拍手して迎えてくれてる。ただいま、ああみんな歓迎ムードや、嬉しいですね。ああ、花火が上がって、あ、すごいね。ルービーも嬉しそう、飛竜のルービーが嬉しそうに空に飛んでったわ、かわいい。はい、なんか凱旋パレードみたいなのが始まりました。賢者の皆さんも拍手で迎えてくれました。王様と王妃様もただいま戻りました。アンルシアを無事守れました、よかった。ここにトーマ王子もいたら最高やったんやけどな。アンルシアがホッとしたのか泣き出してしまった。いろんな感情が溜まってたんやろうな。勇者と盟友、グッと握手を交わそうとしたらルービーに邪魔されちゃった。飛竜とジャレアアンルシアちゃん超かわいい。握手できなかったやんか、ルービーも。あー、でもこれでひとまず平和が戻ったんですかね。トーマ王子のおかげですね。最後は、最後食器に戻ったトーマ王子が私たちを助けてくれたから、はい、ここでピンと出ました。はあ、よかった、バージョン2超よかった。もうなんか何回も泣かされたわ。ああ、お話でございました。はい、エンドロールが流れ始めました。よかった。兄弟の美しい物語でしたね。そう、アンルシアとトーマ王子はもちろんのこと、私とお兄ちゃんもね、お兄ちゃんがね、時を超えて天使の花をくれてね、ほんまに。はい、エンディングが間もなく終わりそうです。いや、壮大な物語でしたね。クローズがまた語りかけてきた。ほにゃららさん、うん、本当にお久しぶりですねって言ってる。ふふ、見違えましたか。この姿については沙織さんにも随分驚かれましたよ。ええ、沙織さんならアストルティアに残してきました。その点はご安心ください。これもしかしてお兄ちゃんと喋ってる。新井くん、新井くん、クローズさん、多分新井くんとしてのクローズさんがお兄ちゃんと喋ってるような気がする。画面は真っ暗で分かんないんですけどね。さあ、それでは始めましょう、私たちの新たなる戦いを。どういうこと、ここはどこ、わあ、なにこれ、 To be continued。
バージョン3って書いてます。すごいまがまがしいドラゴンが、でっかいドラゴンが映っておりましたが、はい、導きの盟友ですって。大魔王マデサゴーラを倒し世界に平和をもたらした者に贈られる称号、はい、とのことでございます。盟友になれたのね私ね。あーバージョン2ほんまよかったです。これで物語はバージョン3に続いていきそうな気がいたします。なんか王様が呼んでますけど、とりあえず最後にアンルシアにだけ会って終わりたいと思います。アンルシアお疲れ、よかったね、倒せてよかったね、今回は倒せたね、なんとかね。サオリ、最後まで私と一緒に戦ってくれてありがとう。盟友だとかそんなのは関係なく本当に感謝しているわ。あなたのおかげでここまでやれたのよ。勇者としての私の使命は終わったけど、まだトーマ兄様に代わってこの王国を守るって大きな仕事が残っているわ。この先もあなたの力を借りたいけれど、あなたにはこれからさらに大きな運命の導きが待っている、そんな気がするの。奈落の門の向こうへ飛び去ったクローズさんならそれがどんな運命なのか知っているのかもしれないけれど、でも沙織覚えていてね、あなたはいつまでも私にとってのただ一人の勇者だってことを。うん、これからも一緒に頑張ろう。あ、でもしばらくなんかアンルシアと共に行動することはなくなりそうな感じなのかな。バージョン3ではアンルシアと一緒に戦ったりとかそういうのはないのかな、ちょっとわかんないですけれども、でもひとまず頑張ったね、ほんまに大魔王マデサゴーラやっつけました。はい、ね、で最後はトーマ王子に守られて、はい、無事世界に平和が戻ったのかな。でアンルシアちゃんはこれからねグランデドーラの平和を守るために勇者姫としてのお仕事を頑張っていただきたいですね。はい、というわけで、はい、バージョン2ストーリー、メインストーリー無事クリアいたしました。しかしながら、はい、サブストーリーがたくさんあるっぽいですよ。はい、でバージョン1を終わった後もガイデンクエストいっぱいやってたんですけれども、あんな感じでバージョン2もさ、今回バージョン2のガイデンクエストはさ、メルサンディ、セレド、アラハギーロ、あとグランゼドーラもかな、なんかさすごい魅力的なキャラが多かったじゃないですかね。セラフィーちゃんとかもね関わってくれるのかな、ガイデンクエストその後が見れるかもしれないですし、あとザンクローネ様と魔女との戦いとかさ、あと偽のセレドの街も、はい、なんかガイデンクエストがあるっぽいので、ちょっと、はい、次回からはバージョン2のガイデンクエストをやっていきたいと思いますので、はい、よかったらまた、はい、続きも見ていってもらえると嬉しいです。ここまで見てくれてコメントで応援とかアドバイスとかも本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。